はいどうも、今回はこちらプラツビーマックス、シビック EF9 の91年 JTC 仕様、ジャックスカラーのやつですね。どうしようかなっていうふうに迷ったんですけど、結局注文しちゃいました。貼れるかな。やっていきましょう。じゃあ見ていきましょう。貼れるかな。まあ、前回のジャックスカラーと違っても完全にもう、なんて言ったらいいの、ごまかしが効かないですよね。色が違うから、例えばデカールが切れちゃったからって言って、で、それをタッチアップとかってことはもうできないですよね。まあ、ボディもね、まあ、ちょっと前に EF9 もやったばっかりですし、その前に EF3 もやったばっかりなので、まあ、今更感はあるかもしれないですけど、まあ、こうやってね、前後バンパーが別ですね。で、シャーシと内装です。この辺もね、特に何か変わっているわけではないです。プラッツ B-MAX、まあ、プラッツヌヌのやつに関しても、どうなのかな？海外のレース仕様はちょっとわからないですけど、日本のレース仕様のキットだとそんなに作り分けっていうのはないんじゃないかな。例えば まあ、アンテナの、有無とかそういったことはあったりとかしますけど、なんかホイールが違うとかっていうのもね、まあ、この間の EO3 はね、違ったりしましたけど、他のところはね、そんな変わったりとかってことはないですしね。これもね、 EF9 の使うパーツっていう感じなので、まあそんなに変わってるっていうところはないんじゃないかな。まあ内装色とかね、シャーシの色とかそういったところは違いがありますけれども、ホイールもね、あの箱へ見るとね、もうリムのところにピアスボルトかな、あるような感じになってますけど、あ、ちなみに実写のことはいつも通り全然わかりませんが、普通のね、無限のこのホイールのままなので、なんか変わったりとかってこともないです。で、EF9 のね、コーナーというかバンパーウィンカーのレンズ部品、これも変わりないですね。で、メッキパーツも変わってないですし、このね、ちょっとテーパーがついたスリックタイヤ、これも変わりはないです。窓枠マスキングのシールはつきますね。ってことは、この間の EF3 の限定リミテッドエディションっていうのは、あの仕様自体がリミテッドエディションだったのかな、なんてことも思ったりしますが、まあとりあえずね、唯一一番はやっぱりデカールは怖いですね。じゃあやっていきましょう。このフロントバンパーのこのリップの部分とリアバンパーのこの下の部分ですね。蛍光グリーンのデカールを貼るような、そんな感じになるんですけど、まあ正直塗っちゃった方が綺麗になるよ、なるよねっていうことで、マスキングしていきたいと思います。よいしょ。ただね、やっぱデカールの色味と、塗装のね、色味がね、どうしても合わない。じゃあ合わないんですよね。まあ、下地の色が、自分の場合だと、ルマングリーンじゃなくて、ルマングリーンでいいのか。あれを塗った上に塗るんですけど、発色を良くしたいんでね。よいしょ。で、ルマングリーン下地は、実はあまり合ってないのかもしれないですが、他に蛍光グリーンを、蛍光グリーンを綺麗に発色できそうなのってパッと思い浮かばないんで、ルマングリーンを使うんですが、よいしょ。多分ね、もっとね、他にね、いい色はあると思うんですけど、よいしょ。とはいえ、あれ以上明るい黄緑色っぽい色ってパッと思い浮かばないんだよな。他にもね、あるとは思いますけど、よいしょ。ここは筋彫り直ししなかったから、それでずれちゃうのかな。ちょっと曲げながら、あ、シワ寄った。よいしょ。あら、シワ寄るね。なんで？
さあ、これが終わったら、ついに、ああ、そう、ウィンドウ周りのね、黒くするところ、あれを、今回白塗装する前にマスキングしてやってみたらどうなるだろうと思ったんですけど、マスキングできなかった。どうしてもね、マスキングテープの接着面というか、こう、貼り付く面が小さくて、で、そういったことがあってね、あんまり綺麗にいかなかったです。なので、またいつも通り、もうボディカラーをね、塗ってから、黒を塗るような、そんな感じにしたいと思います。まあ、大体やってみようと思って、文太の言葉じゃないけど、十中八九やってみてうまくいかないことの方が多いですよ。いろいろ試してみますけど。こんな感じでね。やっておきます。で、リアバンパーなんですけど、リアバンパー、この切り欠きの部分ありますよね。マフラーのね。まあ、ノーマルだったらマフラーの出口になるところ。ここだけ先にマスキングして、よいしょ。マスキングして、マスキングして、で、貼って、落ち着け、落ち着け。まあ、あとはフロントと一緒ですけど、いやー、で、ここは空中で切って、手が震える。なんで。よいしょ。なるべくシワが寄らないようにして、切ってっていうような感じにしてね。で、やっていきます。だいぶ時間はかかっております。しかもすでにね、これね、難しいなっていうふうに思ったのは、沿わせようとして、で、まあ今回はね、熱々お絞りでやってるんですけど、これね、波打っちゃってるでしょう。かっこ悪い。まっすぐこうやって気泡を抜こうとしても、ちょっと力を入れる力がね、入れる力が強いと、すっていうかちょっとこう斜めになっちゃったりとかね、こういう風になっちゃったりとかして、で、結果ね、こうやってね、波打っちゃってね、かっこ悪い。リアバンパーなんですけど、ここ蛍光緑じゃなかったね。ちゃんと見てからやりなさいよ。まあこれは後でね、こっちからね、まあエアブラシで軽くスースースッと塗装して、まあ全く同じ色は無理だけど、近い色は持ってるので、それでスースースッと塗って、で、まあこの蛍光緑は隠しちゃおうというふうに思います。で、フロントバンパーです。今回のは、この間のジャックスシビックと違って、この間のやつって一枚張りだったっけ？今回のはね、左右で分かれるような感じになってるんですよね。で、よいしょ。フロントは蛍光緑で OK。だけど多分これデカール貼り直した方がいいかな。ここにね、こうやってね、切れ目が入ってます。デカールのね。なんですけど、よいしょ。まずは位置を合わせて、で、これ切れ目入ってるけど、リアの切れ目はね、すごくね、いい感じの形でね、切れ目が入っててくれてたんですが、こっちの切れ目はちょっと、縦に入ってるだけなのね。ずれるんじゃない？ずれない？大丈夫？重ねて貼るようなところが何箇所かあります。なので、そこら辺とかを気をつけなきゃいけないんですけど、リアはね、今回、こう、内側、リアも三分割になってました。前回のやつはね、もう一枚でバーって感じでしたけども。で、この内側の方からちょっとずつちょっとずつ攻めていきます。ジェラチンを絞り。で、ちょっとずつちょっとずつ内側からで、ずれたなと思ったら浮かして
貸さなくてもいいか。しわ寄ったな。早速話しながらやらない方がいい。でも話しながらやらないと何のための動画よって話だよね。でこの伸ばすときにストライプの形がこうまっすぐじゃなくなっちゃってハギャーってなっちゃう。まずはちょっとある程度固めちゃいます。これで、ああ縦切れ目でいいんだな。ほらここに今気泡入っちゃってるでしょ。気泡というか空間ができてしまってるんですけど、ちょっと冷めちゃったからもう一回ここで温めます。でこのストライプのね気泡の抜き方分かった。とりあえずちょっとまずはくっつけちゃいますね。くっつけちゃってからちょっと待ってね。今ここに気泡入ってますよね。ここをストライプのね向きに合わせてねこうやってね切り込み入れてやる。上下にねこの横線に合わせてやってあげれば綺麗に抜けるっていうことをまたこれもある程度張ってから気づいた。初めから気づいてたらねボディもうちょっとマーチョな感じになってたよ。まあでここも見えるかな、ポコポコポコってなってるんですけど、ここも横に切って抜いてあげるっていう風にやればストライプの位置はずれなかったんだね。後の祭り。まあざっくり塗り分けなんですけど、これパーキングブレーキになるのか、スタビのあれとかは違うのかな。これあの EF9 になるとつける指示がないんですけど、ここにね四角い穴が開いてるんですよね。なので自分が作る場合、 EF9 を作る場合は、あ、作る場合って前はつけてなかったかな。前回のジャックスシビックとかはねつけるようにしてます。ここに穴開いちゃうのもなんか寂しいしねっていう感じですね。で今回はなんとか、まあ、ちょこっと、この、段差的な感じで残ってたりとかしてますが、まあ、なんとか、っていう感じですかね。ちょっと、ここはね、ミスちゃったりとかしてますけど。で、今回なんですけど、今までの EF9 にあったかなっていうね、ここにね、このバンパーの切り欠きの部分、切り欠きっていうか、ここにね、切り欠きがあるんですよ。で、これまでの EF9 になかったような気がするんですけど、箱絵を見てみると、ここにね、エアジャッキのコネクタのね、あれがね、イラストで描かれてるんですよ。で、じゃあ、ということで、また長谷川の3人の GTR のね、余りになるこのコネクタバルブ、これをちょっと塗装しました。で、ここ多分ヘッドライトつけてからじゃないと、レンズつけてからじゃないと多分つかないんじゃないかなというふうに思うんですが、前回のジャックスシビックだと、まあ取り付けはしなかったですけど、確かバンパーのこの辺に刺さってるような感じだったと思うんですよ。でね、これね、ちょうどね、これね、レンズつけるとね、穴ができるんですよ。じゃあということで、ここにコネクターバルブをつけたいと思います。で、ボンピンなんですけど、またね、前回のジャックスシビックでも、長谷川のさ、箱スカじゃないわ。なんで長谷川の箱スカ、箱スカ出してねえよ。長谷川の、エボン、ランエボンにね、なぜか毎回余る、ボンピンのエッチングパーツ、あれをつけようと思います。よいしょ。こうやってレンズ先つけて、で、コネクターバルブを、ちょうどいい感じで丸穴が開いてるので、よいしょ。長谷川の3人のグループ A はね、いろんなキットのディティールアップに使えるんじゃないですか。よいしょ。まあいろんな仕様を作るためにパーツが共通化されてるから、だからどうしてもね、余ったりするんでね。ちょっと細いか、
でもギリギリ入るかぐらい。ちょっと穴が細いかな。この状態から削るのは怖いけど、ちょっとピンバイスで削れるか。ちょっと一回レンズ外して。ウレタンクリア層を削る程度じゃなくなってしまった。けど、こんな感じですかね。っていうような感じでちょっと追加して完成までね、持っていきたいと思います。はい、プラツビーマックスのシビック EF9、91年 JTC インターテック完成でーす。やっぱりデカール、これね、あのホビーショーの時に作例展示、作例というか、まあ、完成見本展示してた時からずっとどうやってんだろうなというふうに思ってて、でかつ自分で貼ってみても謎になったんですけど、どうやったらこれストライプずらさずに、しかも歪まずに貼れるのかなというふうに思ってて、で実際自分で貼ってみてその謎がさらに深まってしまいました。あのリアバンパーのね、蛍光グリーンが見えるようになっちゃってたところは、クレオスのエーザーブルーっていうね、300何番だったかのミスターカラーの色を裏からスッスッスッって軽く拭いて、でそんなに目立たないようになったんじゃないかなというふうに思います。どうしてもちょっと暗めなんですけどね。ミラーも同様のエーザーブルーで塗装しています。デカール貼りがだいたい4時間ぐらいかったかなというふうに思いますけれども、もっと綺麗に貼れるようになりたいですが、難しいですよ、やっぱこういうのは。特にストライプ系はね、本当にね、まっすぐ貼るのはねすごく難しいなというふうに思うんですけれども、まあ頑張ってみてください皆さん皆さんもっとうまく貼れる人が多いかなというふうに思いますんで、皆さんはね、もっとうまいこと貼ってもらいたいなというふうに思うんですけれども、やっぱりちょっとかなり伸びるので、ちょっとあって思った時にはもうのあの伸びてこう何あのなんて言ったらいいかな、歪んじゃってみたいな感じになっちゃってっていうふうにはあったので、そこがね、なんか悔しいかなとか思いつつ、まあとりあえず自分はこれぐらいがいっぱいいっぱいでした。結局蛍光グリーンのねところはあんまり色が、あんまり蛍光色って感じにならなかったので、ここもね改めて上からデカールを貼ってっていうような感じにしていますけれども、蛍光グリーンもうちょっとなんか綺麗に拭けるようになりたいですね、なんてことも思いますけれども、とりあえず今回はこんな感じです。というわけで今回はプラツ BMAX の、EF9 シビック91年 JTC インターテックでした。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。